橋場秀勝は、安土桃山時代の人物。橋場秀吉が、大見長浜城市時代に設けた子で、要名は、石松丸、または石松。他の秀勝特別する。秀吉が、長浜城市時代に設けた初めての男児であったという、伝承がある。聖母には、諸説あるが、いずれの場合も、側室で、秀勝は、諸長氏である。秀勝の署名は、橋場氏の由来と同じく、 織田家の宿老の庭長秀と柴田勝家の両名の変記を受けたものであると考えられているが、同様に資料的裏付けはない。秀吉は後になって養子とした織田信長の四男や三好吉坊の次男にも同じ名をつけた。長浜に今も伝わる引山祭りは天正2年に秀吉に男児が誕生したのを祝って始められたとの伝承がある。 法岩尾寺の畜部東方賀町には、御内法、大型殿に続いて、石松丸、名伝の名が記されており、これは、秀吉のことその母である側室を記したものであると推定され、桑田忠隆はゆえに、聖母は、側室、名伝であると推測しているが、服部秀夫は側室にしては、寄進学がだいぶ少ないし、まして石松丸の母とする説には何も根拠がないと反論する。 一方、妙法寺寺殿には、聖母は、松の丸殿であると書かれているが、彼女が秀吉の側室となったのは、天正11年頃であり、天正2年に、秀勝を生んだという内容は、側室となったと推定される時期とかなりの祖母があり、当時はまだ夫である、武田元明が生きていたはずである。木下勝利と木下利志にも、現明と龍子の子であるという季節があるが、 合わせて信憑性には問題がある。まあ、大説として、浅池雄筆だった石田長楽庵の美貌の娘で、秀吉の側室になった、おうの方が聖母とも言う。おうの方は、強引に側室にされる前は、石田佐吉の言い名付けであり、長浜城主である秀吉に、高刈りの帰りに、伊吹さんの観論寺へ立ち寄るように仕向けて、石田佐吉を引き合わせ、三杯の茶のエピソードが生まれたが、 一年、足らずで、秀勝が死ぬと、後を追って、琵琶湖に受水したという。ただし、後者二節ともに傍傷となるようなものは、一切なく、一種の伝承に過ぎない。滋賀県長浜市妙法寺の橋場秀勝病滋賀県、長浜市の妙法寺には、橋場秀勝像とされる地獄姿の六、七の男児を描いた、肖像画が所蔵されていた。これは消失し現存していないが、 法要用,用の掛け軸、本校院長覚古児映像の写真が多数残っている。他にも天正4年10月14日の名文と、法名、長覚礼と記された、供養等が残っている。同市の総統州幸福さん徳政理事には、異廃があり、法名は、本校院長覚古児となっている。同地の天大州、法省山和全員には、天正4年10月14日に秀吉の子。 秀勝が創生したゆえに、同月22日に、仏つくとして、イカグミの口にて30国の事業が与えられたという、自伝記録がある。平成14年、墓所を移築した際に発掘調査があり、安土桃山時代初期大名様,様式の石が恋箱ひつぎ箱が出土した。埋葬者はわかっていないが、橋場秀勝の墓の伝承があった場所からの、発見であり、その可能性もあるとされる。 新たな墓の発見によって、前述の石像化砂糖場も合わせて、死指定文化財とされた。これらの傍傷があるにもかかわらず、秀勝の実在を疑問視する声は残っているが、交渉的見地からは、秀勝という人物が天正4年に亡くなったということは事実と推認できる。秀勝が秀吉の子として葬られていることも確かで、あろう。しかし秀でが秀吉の最初の子であると推定するに、 しても、最初の実施であったかは疑問であるという意見もあり、根拠とする資料は前述の推定以外には存在しないために、これを明らかにすることはできないという問題がある。明法寺は、秀吉の姉、秘修二が回帰となった、随流寺と深い関係にあり、両寺は共に日蓮宗であることから、本光院長格古寺は秘修二の子で、秀寺などと兄弟で同様に、 秀吉の養子になったという推論も成り立つという説もある。しかの意見は分かれており、前述の説を述べた渡辺洋介は実主であるか、あるいは養子であるかは不明だが、太公の子であったことは事実であるとする不明の立場を取るが、桑田忠隆は実施説を主張し、大和田哲夫もその桑田説の影響を受けて実施説を支持する。宮本義美も、 幼くしていった一人っ子の実施がどうしても忘れられず、後の養子に次々と秀勝の意味名を用いたのでは、なかろうか、と実施説を取っていた。これに対して福田千鶴は実施説は確証がないと疑問視した。ご当地にある長浜城歴史博物館でも森岡栄一副参寺が、秀吉が養子に次々と秀勝と名付けていることから、秀吉が 秀勝という名乗りにかなりの愛着があったことは疑いなく最初の秀勝が実施である確率は高いと書いて実施説を有力としていた一方で大田工事館長は桑田説は全くの辻褄合わせで秀吉研究の第一人者には失礼であるが歴史学の論証としては成立しないと非実施説を取る。服部秀リは全くその通りであろうと大田説を支持し 肘施設を主張している。ありがとうございます。